今はストレートが外れました。バッテリー勝負はどう考えてますか。まあ、この辺りで低めの変化球、まあ、チェンジアップですね、まあ、これを投げると思いますよ。金子としてはね、基本速いボール中心できました。そしてコーナー、コーナーに外打ち解きました。ここ出してただ1時間これは破った。宮田さんにバッターバックホームされるが同点のホームイン。長谷川優也のライトへのタイムリーヒット。4回の裏1対1追いつきました。長谷川追い込まれて最後今若手が攻めたチェンジアップなんですかね。チェンジアップですね、チェンジアップをねうまく最後までやはりバットで拾いましたね、はい。まあ、引っ掛けた形はなるんですけどやはり飛んだコースも良かったですね、バッテリーとしてもある程度うまく配球して打たせたかなという、これはもう完全にピッチャーとしてはね、ゴロを打たせて内野あのわけですから、これはしょうがないですね、うん、うまく長谷川が打ってタイムリーにしました。1対1同点。最後にねここでやはり逆転につなげたいですね、ホークスとしては。あでも今の場合はさすがエースとそして、まあ、去年宮神田しか取ったバッターの対戦という感じですね、はい。さあなおノーアウト2塁1塁についてバッターは柳田を迎えます。